新庄監督大絶賛される。2年前成長している段階だからいいのいいの、1年前トライアウトだからいいのいいの、今年勝ってるからいいのいいの。ついに2位か、長かったな。ここからあと4、5連勝しないかな。そうすれば昨年の13連敗が報われる。新庄残ってほしいわ。監督でなくても野手巡回アドバイザーとかでも最低いい。よく3年計画と入ってもなかなか順調にいくの珍しいからな。好き勝手やってるイメージだけど、実は出回しや気配りがすごくできる新庄。現役時代から同じやな。礼儀と敬意に一切の甘えがない。めちゃくちゃ段階踏んでる。育成と補強、この2年間をちゃんと見てたらなぜ強くなったかわかるはず。2年目はシーズン結果こそ同じだけど、各選手のプレー内容的には相当レベルは上がってたのよね。1年目2年目の数々の小さい敗は選手の経験値を上げるためにやったと高木豊に言ってる。去年の時点で数年も強くなってるだろうなって期待感出てきてたな。まさか今年ここまで戦えるとは思ってなかったけど。明日からのロッテ戦ヒスイープ、3ゲーム差、まだまだ巻き返そう。1勝2敗、1ゲーム差、今日の試合前と同じ。天王山は来週、2勝1敗、1ゲーム差。よっしゃ、2位いける。スイープ3ゲーム差、本当に優勝目指せるんじゃね。新庄も監督として2年間の失敗から選手と一緒に学んで3年目に急成長してる感じはあるな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。